リンリンハローパラレールリンリンパラレールのミントです。はい、今日はちょっと面白いものを買ってきたので、そちらをねご紹介しつつ、ちょっとマイルドにするために、パッちゃんとサナちゃんに、サナちゃんのケージですけど、サナちゃんも一応ここにいますけど、サナちゃんにご協力してもらおうというところでございます。はい、買ってきたのはこちら、昆虫食自販機にてシルクワームを買ってまいりました。はい、ずっと気になってはいて、実際買うか買わないかなんてすごい悩んでいたものなんですね。買わなくても全然いいものなんですね、こういうのって。ただ気になっていたので今回試しに買ってみました。で、一応今自販機の写真をこの辺に写しておくんですけれども、なんかいろいろ売ってて、シルクワーム以外にもコオロギとか、あとはサソリとか、まあ、あとタガメサイダーとかいろいろ売ってました。まあ、タガメサイダーとかね、美味しいやつも全然あって、で、まあ、ただコオロギとサソリって実は食べたことが一度あって、動画にしたことはないんですけども、なんか歯にすごい刺さるっていう。で、それはね、買うのをすごい悩んでいたところで、結構値段も高いし美味しくないしと思って、でシルクワームは美味しいっていうのを聞いてて、で食べたことなかったんで、なんで一番食べやすそうなところから行きました。昆虫食ということで、今こういうのもね自販機で売ってるみたいですね。コオロギが世界を救う、はあはあ、いろいろ書いてあるね。お財布に優しいとか、はい、売ってたのがこんな感じ。イナゴとかあってた気がする。ゲンゴロウとか落ちなかった気がするな。ちょっと覚えてないんで、この辺にある写真、さっきね出した写真を参考に見てみてください。なんかいろいろありました。その中でもお値段安くて美味しそうなやつ、食べたことないやつにしました。ゲンゴロウとかね、ただ臭いだけなんですよ。食べたことあるんですけど、あとサソリも結構臭いんですよね。なんかエビをより臭くしたみたいな感じで。シルクワームこの量しか入ってないんだ。この量で900円か、高えな。素揚げ蚕のさなぎ、素揚げしてるんだ。蚕のさなぎ対産、食用油、過去カナダオーストラリア食塩だけ、 5g しか入ってないんだ。 5g で900円か、変なもん買ったね。はい、ではこの後これ食べていこうかと思うんですが、嫌な人もいると思うんですよ。もう虫の姿見るのも嫌だっていう人。なんでそんな方は、この辺りで動画を止めてください。はい。で、気になるよという方は私の反応を見ながらこの後この動画をご視聴ください。一応ね、注意だけしておきます。万人向けじゃないのでね。フクロモモンガとかそういうのでこうね、ちょっと見に来てくださってる人とか、あと私のね動画を見てくださってるファンの方もいるとは思うので、そういう方がね嫌な思いはさせたくはないので、一応ここで注意です。では早速開けていきますね。どうなんだろう、美味しいのかな、昆虫食シルクワーム。うわー、ちこんでから昆虫食べるんだよ。昆虫今まで食ったこともあるから何とも言えないけど、ミルワームのね、乾燥したミルワームを食べたことありますね。餌用のやつ。あと、水アブの乾燥したやつも私食べたことあるね。だから多分大丈夫だと思うんでね。じゃあ行きますよ。ドゥン。え？思ってたのと違う。サナギじゃん、完全に。え？全然思ってたのと違う。え、シルクワームって書いてるからもっとワームみたいな形してると思ったら、あ、それでサナギなんだね。はい、ちょっと食べてみましょう。ではいただきます。ん？なんかスナック菓子、まずくはないし、ん？香ばしいね。なん
ピーナッツっぽい。うん、香ばしいね。ピーナッツっぽいぞ。はい、3匹目。早くね、食うの。うん、見た目が人によって抵抗あるのかもしれないけど、うん、全然思ってた虫の味と違うな。しょっぺ、しょっぺ、これ、ここしょっぱ。で、塩使いすぎじゃない？なんかピーナッツをちょっと油多めにして、ピーナッツってもともとちょっと油分あるじゃないですか。あのピーナッツの油分を多めにして、で、あのピーナッツほどのカリカリ感というか豆っぽさっていうのが全くなしで、あとなんだろう、え、ピーナッツみたい、全然ピーナッツみたい、全然食えるんだけど、開けれない。え、レビューむずい。はい、もう一匹。ピーナッツほど硬くないんだよな。ピーナッツよりは柔らかい。味はでもピーナッツみたいな、ちょっとカリカリというか、ちょっとしょっぱさというか、うん。これ柿の種と一緒に入ったら分かんないかも。いや、分かるか、見た目で。でもピーナッツみたいな味がする。お、ただ油分多いな、これ。結構油使ってんだろうな、素揚げした時に。思ってた私のワームは、ここのイラストにあるような、あのミルワームとかみたいなね、あのちょっとなんだろう、クリーミーな感じの想像したの。シルクワームって書いてるから、クリーミーさはないね、全くね。そう、蜂の子とかそういう系のちょっとこうクリーミーでミルクっぽい感じの味かなと思って買ったんだけど、開けてみたらサナギ入ったから、サナギだから硬いのかな。これから成虫になる途中のものがサナギの中には入ってるわけでしょ、だから硬いのかな。うわ、すげえ真面目にレビューしてる。で、思ったほど見た目気持ち悪くないね、これね。だって黒い黒い丸トンって感じでしょ。あの虫感がないね。まあ、なんかもっとムシムシしてるものを想像したんだけど、全然ムシムシしてないじゃん。え、つまんな。普通に美味しい。え、どういうこと？困った。もっと変ななんか、くっせーとかっていう虫買えばよかった。横にいたなんか他の虫とか。それこそちょっと高かったけど、サソリとか。サソリね、2100円だからしたんですよね。あと、昆虫ミックスだかっていうのは1500円かな。で、昆虫ミックスは中にね、なんか、何入ってたかな、忘れちゃったんだけど、その忘れたやつがどう考えても美味しくなさそうなのが入ってて、できれば美味しくでも見た目グロいみたいなのを食べたいなと思ってたんだけど、なんかまずいグロいのはさ、ほら、もうまずいグロいじゃん。だから美味しいグロいやつ食べようと思ったんだけど、美味しいグロいやつじゃなかったよね。あの見た目グロくないし、え、つまんな。つまんな。そっか、残念だぜ。はい、ということでね、あのシルクワーム食べさせていただきましたが、結果普通、全普通というところでございます。あのピーナッツです、ほぼ、うん、柔らかいピーナッツ、うん、そんな味でございました。もしあの昆虫自販機あの見つけましたら、よかったら買ってみてください。あと、また昆虫自販機で美味しくて、美味しいんだけど見た目グロいやつを見つけたら買います。あのただ、あの見た目グロい、まずいはちょっと買いません。ふんころがしとかね。ふんころがし、あれ、美味しくないのよ。見た目も可愛くないし。
黒かしわって本当に美味しくないんで、ちょっとあの美味しい見た目黒いやつがあったら次買おうかと思いますので、よかったらよろしくお願いします。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。そして過去にも動画たくさん上がっておりますので、そちらの方もご覧いただけますと幸いです。よろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上リントとここにパッちゃんとここにサナちゃんでございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。